パーセントディガーに興味を持っていただきましてありがとうございます。こちらのツールはですね、誰も真似できない独自シグナルを手に入れることを一つの目標としております。取引をするときに値段以外の要素というのをですね、見ていくということを皆さんもされることがあると思います。このツールは要素とのですね、離れ具合を可視化をして、具体的にどこで最も力がかかるのかというのを明らかにするためのものとなります。例えばですね、今ゴールドに最も影響を強く与える要素、金利っていうのを2種類表示をしてみたんですけれども、ここから上に上がるのかどうかっていうのはわからないと。金利の方はもうすでに上昇のターンに入っている。いずれゴールドの方が引っ張り上げられる可能性っていうのは、この時よりもこっちの方が大きいんじゃないかっていうのは想像がつくと思うんですよね。ただじゃあそれがどのぐらい離れたらエントリーとして使えるのか、それともエグジットとして使えるのかっていうのは、なかなか可視化をする方法がこれまではなかった。それをトレーディングビュー上でですね、もう簡単で一発でできるようにしたのがこちらのツールになります。テクニカルの方でいくとですね、そこが少し切り上がるような動きをしてはいるんですけれども、金利と比較をした時にゴールドの方がそのだいぶ売り込まれてきてるっていうのが見てわかるかと思うんですね。例えばマイナス20っていうのが仮に敷地っていうことなのであれば、さすがにここからショートをするというのは不利だよねっていうのは、これを見ていればですね、ある程度把握はできるのかなと。ここからですね、取るべきアクションっていうのは、ロングっていうのが無理にしてもですね、そのさすがにショートはしないというふうな選択肢はしやすいのかなというところですね。ユーロ USD であるとかですね、当然ポンド、ドル円も使えますし、例えばダウだったりとかでもですね、使うことができますし、原油だったりとかでも使うことができます。なぜならば、それぞれこれらのアセットっていうのはその影響を受ける対象っていうのが決まってるんですよね。はい、なのでこのツールは本当に使い方としてはですね、もう幅広くいろんな用途に使えますし、逆に言うとそのイメージをね、持たれてる方はもう自由自在にね、使っていただけるというふうになっておりますので、ぜひ活用していただければというふうに思います。